全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、社会保険労務士の山崎です。暑いです。日差しが強くて痛いです。街を見渡せば日傘を差している女性が多いです。雨は降っていません。晴れの日に傘を差すってなんか面白いなぁと思いました。雨の日に差すものイコール傘です。まさか晴れの日にも傘を差すっていう発想はすごいなぁと改めて思いました。ふむふむ。朝自転車に乗って年金事務所に向かっていた時、目の前に数名の中学生がやってきました。朝の登下校の時間と重なり、次から次へと中学生がやってきます。ぶつからないように中学生をひょいひょいと避けて進みました。すると一人の女子中学生が日傘を差して登校しているのが目に飛び込んできました。中学生でも日傘を差すんだ、へえ。紫外線はお肌の敵ということで、中学生からおしゃれに気を使っているのですね。私の時代と変わったな。私の中学生の頃は15年ほど前になりますが、日傘で登校している人は誰もいませんでした。また化粧をしている人もいませんでした。高校生になってから化粧をしている人がちらほら出てきました。あなたが中学生の頃は日傘を差す人や化粧をする人はいましたか？時代は変わるなぁとしみじみ思いながら自転車を漕いでいると、なんと目の前に傘を差している男子中学生がいるではありませんか。まさかの男子中学生が日傘を差す時代が来ようとは。男子中学生も美容やおしゃれに気を使っているのですね。当時の私といえば母から買ってもらうしまむらの洋服を着ていました。髪の毛も床屋さんでした。おしゃれなんか全く気にしていませんでした。むしろ寝癖がかっこいいとさえ思っていました。寝癖で登校したら先生に「寝癖直してこい」って怒られましたね。さて、自分が思っているほど時代の移り変わりは早いものです。自分の考えていること、実際の状況は変わります。それは障害年金にも同じことが言えます。あなたはもしかしたら、私は症状が軽いから障害年金もらえない、私は年金を納めてない時期があったから障害年金もらえない、先生が障害年金に消極的だから障害年金もらえないと思って障害年金を諦めていませんか？あなたが考えていることと実際の状況は変わります。諦める前にまずは私たちにご連絡ください。あなたの力になります。あなたからのご連絡をお待ちしています。日傘を差していた男子中学生の肌がめっちゃ焼けてました。焼けてるんかいと思わず心の中でツッコミをしましたとさ。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、動画のリンク先から判定を申し込みください。